はい、こんにちは。今回は信じられないほどダウンを奪った残酷な試合を紹介いたします。1842年にトーマス・マッコイ対クリストファー・リリーが戦いましたが、当時アメリカのボクシングは素手で殴り合い、投げ技が容認され、ラウンドも無制限でした。試合は120ラウンドまで続き、マッコイがリング上で動かなくなって試合は終了いたしました。185センチのジャック・デンプシーが2メートルを超える王者ジェフ・ウィラードに挑戦した一戦は、初回から挑戦者で背の低いデンプシーが懐に入って打ち合いを挑み、ダウンを奪います。当時のルールでは、対戦者がダウンしてもニュートラルコーナーに下がる必要がないので、近くで待って両膝がマットを離れるとすぐにまた攻撃を仕掛けることができました。それでデンプシーは倒れているウィラードの近くで待ち構え、起き上がるとすぐに追撃をし、ダウンを重ねていったのでした。デンプシーは従来のアップライトスタイル、防御志向、単発パンチだったボクシングを攻撃重視で激しい連打を繰り出し、攻撃的なボクシングに変えたボクサーで、この試合も獰猛に攻め立て、初回に7度もダウンを奪ったのでした。2ラウンド以降もデンプシーは攻撃の手を休めないのですが、ウィラードはこの試合で顎を砕かれ、肋骨、頬骨、歯を折られ、信じられないほどのダメージを受けたのでした。世界王者プリモ・カルネラは205センチ120キロの巨大な体格で動くアルプスと呼ばれ、後にプロレスラーに転向いたしました。カルネラの持つ世界ヘビー級王座に挑むマックス・ベアは、身長は189センチと小柄ながら、39勝のうち29の KO 勝利を数え、大半が2ラウンド以内に倒している強打の持ち主でした。マックス・ベアは巨大なカルネラを相手にうまく距離を取り、距離が詰まるとパンチを浴びせ、ダウンを奪っていきました。小柄なマックス・ベアは王者カルネラを一方的に打ち続け、時には相撲やレスリングのように押し倒し、2年前には対戦者が亡くなったほどのパンチを荒々しく振るい、動くアルプスから合計11度のダウンを奪いました。カルネラがダウンをしてもマックス・ベアは追撃の手を休めず、
さらに逃げるカルネラを追っかけ回し、パンチを浴びせ続け、試合は残酷ショーの様相を帯びてまいりました。メルボルンオリンピックの金メダルをはじめ、数々のアマチュア大会で優勝したピート・ラデマッハーは、デビュー戦でいきなり世界ヘビー級王者フロイド・パターソンと戦いました。元アマチュア王者のラデマッハーは第2ラウンドに右フックでダウンを奪いましたが、その後王者パターソンの猛反撃に遭いました。マイク・タイソンの兄弟子として有名なパターソンはダウンを連続して奪いました。ラデマッハーはプロの洗礼を浴び、デビュー戦は7度倒され、6ラウンドで終焉しました。元日本ミニマム級王者徳島久志選手は敵地韓国に乗り込み、 WBA 世界ライトフライ級王者ユ・ミョンウに挑戦しました。スリムな体の徳島選手はスピードに乗ったアウトボクシングは得意なのですが、コリアンファイターユ・ミョンウに中に入られ、序盤から連打を浴びせられ、気の強い徳島選手はアウトボクシングをせずに打ち合い、第4ラウンドにボディを攻められダウンを喫しました。32戦全勝の王者ユ・ミョンウンはこの試合が14度目の防衛戦で、これまでの相手を一度打ち出したら止まらないソナギと呼ばれた連打で沈めてきましたが、14度目の防衛戦もソナギパンチでダウンを奪っていきました。ユ・ミョンウンはデビューから13戦すべて判定勝利とパンチ力がないボクサーですが、だんだん攻撃の技術が上がって防衛戦の多くを KO で飾っており、第6ラウンドも立て続けにダウンを奪いました。負けん気が強く練習熱心な徳島選手は5度ダウンを喫しましたが、諦めず打ち合いに行ったものの、第7ラウンド徳島選手が王者のソナギを浴びている中、レフリーが試合をストップしました。日本人キラーのレオ・ガメスを破って世界王座を奪取したセレス小林選手は2度目の防衛戦にアレクサンデル・ムニョスを迎えました。21戦全勝全 KO のムニョスのパンチには圧倒的なパワーがあり、王者小林選手は第2ラウンドに早くもダウンを喫しました。21戦の中、ほとんどの試合を3ラウンド以内に終わらせているムニョスは早くも倒しにかかりますが、小林選手は王者の意地を見せ、逃げずに真っ向から受けて立ちますが、パワーや破壊力が違いすぎ、第6ラウンドに再びダウンを奪われました。小林選手は起き上がり、またもや最強チャレンジャームニョスとの打ち合いの渦の中に自ら入っていきました。
デビュー戦は負けた小林選手は三浦トレーナーとひたすら練習し連打に磨きをかけたのですが、その連打を怪物相手に真っ向からぶつけましたが、ムニョスの強打に対抗しようと次第に大振りになり、いつもの鋭さが欠け、そこをムニョスに突かれ3度目のダウンを喫しました。第8ラウンドにも情けのない強い連打を浴びた王者はとどめを刺されましたが、とどめを刺されたはずの王者小林選手はまだ怪物相手に向かっていくのです。尋常でないダメージの大きさで小林選手は試合終了後しばらく起き上がれなかったのですが、怪物王者を祝福するため起き上がり、健闘を称え合いました。